次第生語問題の解説動画です今回は全勤大編の第4回「律令国家の形成」を扱っておりますでは早速見ていきましょう第1問蘇我の馬子の記述のうち誤っているものを一つ選びなさい、えー、まあこの問題ねちょっと歴史用語としてはかなり難しい用語なんですけれども選択肢の 4番を見てください曽我の馬子が飛鳥寺を建立したことはよく知られていることなんですけれども、えー、彼が葬られた古墳の名前は藤の木古墳ではなく奈良県飛鳥村にある石舞台古墳なんですよ。ちょっともしね、えー、この用語聞いたことない方は、まあ、一応ですね用語集等で調べてみてください。続いて 第2問憲法17条に関する記述のうち誤っているものを一つ選びなさい憲法17条は基礎資料の一つなので実際にどんなものなのかっていうのを資料で一度は読んでおかないといけません選択肢の1番2番3番4番は括弧の中に記されているものは実際の資料の条文として書かれているもので1番は和の尊重 2番は仏教保護3番は御事の利を慎めという内容でここは間違いありませんただ選択肢の4番百姓に納め取ることなかれっていう、まあ、この部分なんですけれども、えー、これはあくまでも憲法17条は豪族たちに官僚としての自覚を持たせるための豪族を対象に出されたものだと 考えれば農民たちに対して命じたものではないということをまあ、判断させるという問題なんですねそもそも憲法17条っていうのがどういう目的で出されたのかっていうことを押さえていれば、えー、正解できたのではないかという問題です第3問遣随使に関して以下の記述のうち正しいものを一つ選びなさい まず1番は600年の遣隋使に関するもので、これは隋の文帝のもとに至ったと隋書和国伝に記されておりますので、城内に招き入れなかったとする選択肢は5文ですよね。2番、2番は607年の遣隋使の内容として正しい文章です。小野の妹子が国書を携えていき、 隋に親族しない形式をとっていたため隋の容体の怒りを招きました3番ですその後隋からは当霊師として廃生生が実際に派遣されましたのででその廃生生を送り届けるために今度は608年にも遣隋使が派遣されました最後4番 えー、小野の妹子とともに留学生や学問層が隋に渡りました。まあ、これは第三、あの、遣隋使の608年のね、えー、遣隋使のことですね。高婿の黒丸はその後、日本に帰国して、えー、そして、海、え、進、ー、政府の際にね、海進政治の際に、えー、国博士として活躍したことが知られています。では次行きましょう。第四問。 水戸天皇の在位中の出来事に関する記述として誤っているものを選んでください。あの文化史の内容なんかもちょっと含まれていて判断難しかったかもしれませんが選択肢の2番「官位12回」について個人の才能に対して官位を与える制度だったんですが実は蘇我氏はその対象,外では対象外だったんじゃないかと考えられております。 そこで、蘇我氏を特に位置づけたというところに罰を打たないといけません。では、次行きましょう。第5問。一氏の変に関して誤っているものを下から一つ選びなさい。まあ、あの選択肢を見たら、あの一氏の変という事件と、その後の改新政治についても問われていますよね。その改新政治の主犯を見ると、えー、中野上皇子のもとに、 左右の大臣が置かれましたが左大臣となったのが安倍の内丸右大臣が曽我の倉山田の石川の丸なので選択肢の3番が5分となりますそれ以外の124の文章は正文となりますので一読してみてください。第6問改新のみことのりに示された政治方針に関する説明として正しいものを一つ選んでください。 すべて誤っている場合は4番を答えてください改新の御事のりは大きく4つの項目から成り立っているんですがその一つ目で高知公民制っていうものが目指されました従来の大和政権の直轄地である宮家や大王家の私有民である小城などは存続を認めるんじゃなく廃止されましたまた改新前の有力豪族の私有民はしなべではなく えー、柿部です、えー、このき部や田所もともに、えー、廃止されましたしたがって1と2選択肢の、ね、1と2は誤りですそして「海心の見事の,りのその2の中で、えー、新しい、まあ、地,方地方組織なんていうものが決められていくんですがその中で、えー、九州北部に先守なんかを設置するっていうことが一応目指されました。 ですので改心前から整備されていたと書かれている選択肢の3番も5分となりますじゃあ次いきましょう7問白隙の絵の戦いに関する説明として正しいものを一つ選びなさい全て誤っていればいつも通り4番ですでは選択肢の1番ですが百済、えー、を滅ぼしたのは当高句麗連合軍ではなく 白連合軍です従って五分二番、えー、これは、えー、西文ですね、えー、旧百済勢力の要請を受けた、えー、当時の朝廷は、えー、朝鮮半島に大軍を派遣し白村公の戦いとなりました三番「新、え、羅、ー、の吉光線」という言葉がありますがこれ吉光線というのは16世紀末豊臣秀吉による朝鮮出兵の際 朝鮮の李春新という人が考案したあの鉄板で走行された船のことなんですね。だから白月のへの戦いの内容としては語文となります。では次いきます。第8問。白月のへの戦い後の防衛体制の構築について。これは亡命くだら人によってその後防衛体制が強化され、えー、先森が置かれたり、飛ぶ日が置かれたほか、 太宰府北方には水木らには西日本各地に朝鮮式山城などが築かれたことを皆さん押さえているんじゃないかと思いますただ選択肢の2番に見られるように石追寺っていうのを構築するのはこれは鎌倉時代後期の蒙古襲来の頃だと思われますのでこれが5文となります9問。はい 天地天皇に関するるとしてて誤っているものを1つ選びなえい。この辺りは天皇ごとに内容整理できているかというところが問われておりますので選択肢の4番ですね「ヤクさのカバネを制定して新たな身分秩序を編成したのは人身の乱後に即位した天武天皇の時代の内容です」。ということで4番が5分になりますね。 選択肢の3番なんか、天智天皇について聞いてるのに即位前はとかいうのは、なんかえずるいような気がしますけれども、まあまあまあいいでしょう、この辺はね。では最後いきましょう。第10問、天武天皇の在位中の出来事として正しいものを一つ選びなさい。これ、いつも通りの消去法でいくと、ちょっと5番があの分かりにくい。普通に勉強してて、歌詞の線が出され 急激な国政改革が断断行されたっってちょととと判断に迷ううころだとは思うんですよですのでここはもう天皇ごとに内容をまとめておれば選択肢の2番の「ヤクさのカバネを定めたのは天武帳でこれはもう正しいから罰そこないからっていうのでいきなりこの成分2番に飛びついていいと思いますただ最後の選択肢5番の菓子の線についてはまあ解説のところにも書いておいたんですが 白月の絵の敗戦後664年に出された士族に対する新しい施策で一度私有民を所有することをこの時には認めていますただこの後人身の乱の後天武天皇の代になって私有民の書き部っていうのは廃止され持久を支給することが制度化されていくわけです。 したがって、とりあえず成分は2番となります。では、今回の解説動画はここまでです。